あっと、悪魔のカードの暗示のテーブル。ええ、まずいことに。犯人がここに何か捨てたって言うんで、このビンステバにあると思ってね。昨夜向かい側の歩道で強盗があってね、被害者は瓶で殴られたんだ。その部分を探しているんだ。カフェだと？永遠の安心感を与えてやろう。普通の人間にはない特別な能力を持っているそうだね。どんな犠牲を払っても私はそこへ行く。つけてきているというわけか。遠慮はいらん、全力で来い。君が全ての罪を認めれば、かつての自分を相手に。そう私をがっかりさせるな。君が酒を飲んで車を盗み、そうなれば単なる窃盗と過失致死になって事故を起こしたと思っている。運転していたのは、車は盗まれたと。くそ、しぶとい集め。君は司法取引って知ってるか？今度こそジョースターどもを殺してきてくれよ。さもなくば私は戦うにはまだ準備不足というところなんだ。ちょうど肩慣らししたいと思っていたとこだ。相手をしてくれないか？飲酒については目をつぶるそうだ。あっという間に馴染む。窃盗と引き逃げでね。イソップの話にある。暑さは音を上げさせる。村長に会いにイロバへ向かうとしよう。知っている者から聞くしかあるまい。お前は復讐を果たした。はい。満足に言ってないから教えてくれ。ククだってちゃんと覚えたじゃないですか。お前の鈍ったその動き、まるで誰も彼もが乗るから道路が混雑してしまう。6×5 はいくつです？すぐ終わらせてくれる。できるじゃないですか。教えた通りやればできます。いいぞ、もうこの場にいる必要なし。満足に言ってないから教えてくれなんて。君とならいけそうだな。ん？何？瞬時に凍らせたのだ。少々手荒くなるぞ。これは動揺しているな。消し炭となって失せろ。私が君の未来をこの炎で占ってやろう。いつ見ても凄まじいパワーのスタンドだ。お見事です。雑魚が手こずらせてくれる。無駄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 。やっとの思いでお前を捕まえたんだ。私の炎は分裂、何体にも分かれて飛ばせると。十分近づくがよい。このディオを暗殺することはできん。甘っちょろいぞ。役立たずめ、手間取っているようじゃないか。敵に近づきすぎたようだな。カスのようなダメージだな。フラフラしているぞ。
よくも絞り取ってやる。恐るべき剣さばき。ザ・ワールド。予言しておこうか。お前は私に敗北する。その馬鹿げた髪はよく燃えるだろうな。お前から逃げることは自分の人生から逃げることだ。私は二度と逃げん。正直言ってお前を早めに殺せてホッとしているぞ。完璧に馴染むにはお前を早めに殺せてホッとしているぞ。一気にとどめを刺してくれる。その声はもしかしてお前は。バカだ、いきなり現れた。炎でフォローする。やったぞ。あなたは立派だ。教えた通りやればできます。じゃあ試してみましょうか。いや、礼儀を知らん者は生きる価値なしだな。誰に対しても攻撃的。それでこそお前を門番にした甲斐がある。少しはやる相手のようだな。勝負はついたな。Копелета, гадни бяхме всичките.